ラインはトゥルーあなたを信じるちばたり転がるとして紹介チャンネルともこえきです。アンパさんとです。本日のゲストはトゥルアンドミラクルの2人です。よっしゃー、はい、お願いします。お願いします。いや最高です。何言っていい、いつもの挨拶やってないないないっすよ。トゥルアンドミラクル何始まやったっけ、こんなこれからそうするで、ティートゥルアンドミラクルやったことないけどやろうかな、これありがとうございます、教えていただいて。はい、やるかな。はやらすあれ私僕に投げられてます、最後。あのね、ほんとうちのトワー君はね、はい、トゥーランドブログの2人出てる時は生き生きしてる。もうほんとね、トワー君は七不思議のモーモーさんと、はい、サム君の大好物なの。あ、マジそうなんよ。他のおじい系の、あ、おじいって言ったらかな。年上の、なんのこと言ってんだよ。あの方がゲスト来られた時は、喋んないもん。生き生きしてくれてる、嬉しいですよ、めちゃくちゃ。ありがたいことにね。でもありがとうございます。昨日もね、はい、すごいさ、こと聞いちゃって、俺ら。はい、お、ジョフクとか出てきたらさ、うん、いや、そこで繋がってくんのとか思ったし。ねえ。あー、昨日のね。そう。俺、初めて聞いたから、衝撃がすごくって、もう家で100回ぐらい見たの、昨日のやつ。ちょ、嘘でしょ。物理的に無理でしょ、それ。なんで？なんで？時間的にね。なんで？早う始めよう、もう。今日は、その出雲区で超える？超える、超えますよ、それは。すごい。僕が今一番ハマっているやつです。今大注目の、大注目の、何、ワンピース。いや、ワンピースが大好きです。今すごい面白いですからね。チャンネルちゃうん、チャンネルちゃうんすよ、これ。僕やりたいわ。緊張されてるのかな。されてますよ。何回目よ。何回も、何回も緊張してますよ。やったさんと出ると100万回も超えね、100万人も超えて、100万回、それね、押してください。それはできるよ。100万人 YouTube の大御所なんだから。悪いとかある。こうやってちょっとできひんようにする癖ある。なぜなんですか。いるでしょ、強引のね、強引られますね。強引に編集してください。ほんまにカットされへんと思う。そうなんですか。してくださいよ。なんすか今日ペトログリフ。いや僕でもちょっとこれ、言ったさらって、なんか聞き、なんか耳から頭に、もうそろそろみんなペトログリフ聞きたいから。言うてる全部。そう、ペトログリフですよ。どうせペトログリフでしょ。言うてる全部。ハマってるしね。ハマってしてる全部。日本巨石文化研究所でしょ。なんで書いてるやつ読むんすか、僕の。僕の書いてるメモなんで読むんすか、それ絶対に。また見てる。メモというには随分書いてる。台本やけど。書いてるよ。台本やけど言わんといてください。それは5000文字ぐらいありそう。教科書では習わない商品。言わない。絶対に言わない。今日語り部変わる。語り部交換してくれ。また行く。日本に残るペトログリフの話ですよ。はい。読んでたんすか。楽しみ。僕これ。あ、マスか。声出ちゃった。いやでもこれね、僕だけのものじゃないんですよ。僕だけの。これ公開したことで絶対コラボできるなって思ってて。お。ビットコインだったじゃないですか。あれってオープンソースで公開されて、うん、仮想通貨誰でも作れるようになったじゃないですか。そんな感じでペトログリフをオープンソースにしようという、そういうお話でもあるんですよね。怪しい商売の話、ちょっとうちのチャンネルでは、うん、いや、そうです。なんかネズミ込めたんちゃいます。ペトロ通貨、ペトロ通貨怪しい。誰です誰です誰です。よくないよ、そういうの。やめてください。違う、今日ビジネスを提案に来てるんです。僕はなんとかの虎じゃないんですよ。普通に来ただけで。でそもそもペトログリフ何かよくわかんない。ありがとうね、ほんまに。救われたわ、マジで。そうなんですよ。ペトログリフ知らないって方もいると思うんですよ。はいはい、はい。うん、巨石とか、まあ、洞窟などの壁面に刻まれた古代文字、はいはい、まあ、また図形のことをペトログリフというんですよね。ワンピースでいうところのね、ポーリグリフみたいなもんですよね。それですよ。ほんまだから小田先生やっぱエグいなって思うんすよ。知ってますよ、ね、あれではその隠された歴史を石に刻んで残すっていう、未来につないでいくものですから、うん、やっぱね、こうビルとかでもなんか何千年とかで完全に朽ちるとか言うじゃないですか。やっぱ硬い石に刻んだものがもう何万年でも残るから。そうなんですよね。だから意外とデジタルに残してもデータ消去されたら終わりですし、やっぱ紙とかも朽ち果てますけど、壁画とか石板に残されてるものは消えていくんですよね。何千年と残ってますからね。それは分かってたんかなと思うんですけど、はい、これ日本にあるね、このペトログリフを読み解いていくと、うん、教科書で習わない衝撃の歴史が見えてくるっていう、まあ、そういうお話なんですよ。来た、来ました。しかもこれ結構闇深くて、はい、世界で巨石遺跡とかあるじゃないですか、はいはいはい、割と世界遺産とかなってたりするんですけど、うん、僕神社とかやっぱ好きなんで、うん、まあ、いろんなとこ行くんですけど、はいはい、有名な神社の裏手にある山とかね、ちょっと登るじゃないですか。そこに奥宮とかあったりするんですよ、はいはいはい、もうね、日本かなってぐらいわけわからん巨石がゴロゴロしてるんですよ。でもほぼ信じられないですよ。なんかもう重力なんでってぐらいので積んだんかなみたいなのがあったりとか、で文字刻まれてることとかもあるし、こういうものが一切扱われてないんですよ。確かに聞かないね。だってこれ絶対世界遺産になるやんみたいな、僕の個人のね、うん、感覚では思うものが誰も知らない。
噂にもなってないみたいな、うん、日本でそういうところあって、うん、これ隠そうとしてるのか何か意図的な何かがあるのか分かんないんですけど、古墳とかもね、ダメじゃないですか、基本的に調べたら、はいはい、でよくある話で新しいビル建てようと思って掘ったらジャラジャラと出土して、はいはいはい、でもそれによってなんかこう工事が止まるから、うん、埋めろみたいな、そんなんだってありえないじゃないですか、ね、それ歴史的な価値と考えたらありえないけど、そういうふうに隠されてることがめちゃくちゃある、うん、でもっと言うと今回話するペトログリフっていうのは海外ではめっちゃ研究され始めてるんですよ、うん、でも日本ではやっぱね許可が出ない、で大学で研究したいってなってもお金が国から降りるってこと、うん、だから誰も研究できないんですよね。ただそんな中ではこう独自でもう本当にペトログリフを愛し徹底的に研究してる方が日本にいるんですよ。おしかもペトログリフがめちゃくちゃ多い熊本に存在してる、さあで九州もいろいろあるじゃないですか、やっぱ海外から渡ってこようと思ったら九州あの辺にたどり着くんでね、沖縄から来てもあの対馬から来てもやっぱりたどり着くんで、いろいろゴロゴロっていくんですよ、うん、シュメールの文字が見つかってたり、はいはい、ケルトの文字が見つかったりして、ハーバード大学の教授がいやこれはケルト文字だよってもう認定してるものもある、うん、でもそれを日本が認めてないみたいな、ハーバードは認めてるのに認めてるんです、あらもうそういうことがあるんですよ。で僕らはその研究家の竹内和忠さんとかいらっしゃるんですけど、うん、その方のもとに通ってたんですよ。通う？もう1年半ぐらい前から通ってて、大原に通うみたいなもん。そうかね。もうほんまにバスターコールいつ来るかなと思ってました。ほんま、セーフに消されんだよ。僕はもう湖にパンパンに本沈んでましたもん。嘘ってバレたな。これカットやなほんまに。そんな何湖に古事記転生すらしてやってない。どんだけ売れ残ったんですか。僕売れ残った古事記転生を隠したくて湖に沈めてるじゃないですか。まあそういうことやらんほうがいい。やってないですか。やってないのでそれはね、まあ、ここに行って通ってたんですよ、はいはい、でその方が本当にすごい方で、いろんな奇跡的な流れがあって研究をすることになったらしいんですけど、はい、その方が特定非営利活動法人日本巨石文化協会っていうのを立ち上げて、熊本で日本のペトログリフを独自に研究してきて30年かけて研究してきた、膨大なデータとその理論こう1年半ぐらいかけて僕らが学ばしてもらった、うん、はいはい、すごいすごい。でこれね、日本っていうのはさっきも言ったみたいにね、学術的に研究してるところが少なくて、まあ、ほぼないと言っても過言ではない、うん、でペトログリフ研究自体が世界的に見てもですよ、確立されて間がないんですよ、うん、歴史長くないし日本のやつなんか効果的にもう、 こう証明が難しいから認められてないしね、そこは、うん、で研究費が下りないからトランドブリフに協力してくださった竹内先生もその研究も専門的なもの人ではない、うん、まあ、国的にはね、ただ日本以外の世界ではめっちゃ活躍してるんですよ。ねえ、ただそのハーバードの非文学会ではかなり注目を浴びているみたいで、はいはい、まあ、実際にハーバード大学の論文学会で論文発表もしてたりとか、すごい、それをした時に要は海外の研究者たちがめっちゃ盛り上がったらしくて、日本そんなにあんのみたいな、ペトログリフ巨石がみたいな、なんで日本人そんな研究してないのみたいな感じでめっちゃびっくりされたとか、でもね、ゼカリア・シッチンとかも縄文に注目してますもんね。あ、そうなんですか。やっぱでもそうなんですよね。でも日本自体があれ、でも日本自体がなんかあんまりノリノリじゃないっていう、あれ僕らのやりとりで今なんか時空歪みました。いろいろ歪みました。ほんますか。そうそう、おかしなりましたね。心配や。心配だった。お互いで作った空気やのに今 YouTuber がザワザワしてる。いや、まあ、見てる人たちがそんなに、まあ、そんな感じでね、竹内先生が発表してから多くの研究者が日本に注目することになった。ざわ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 、僕は会議みたいに今グニャーってなってますよ。すっごい細い目の黒目がちょっとこっちを見てたから。何が今の大丈夫やったみたいな。いや、見られてた。大丈夫ですか。大丈夫返しとこうと思って。やったったでいい。あ、やったったでいい。仕掛けてるやん。地面立ったでいい。潰してるやんか。いや、潰してるとかやめて、そういうこと言うの。すいません、怖い怖い、お世話になってる。先生の質問あります。これ、日本政府に調べちゃいけないって言ってるわけではないですか。言ってるわけではないんですけど、お金のもらえですか。お金もらえないんですよ。じゃあこれだ、お金の問題やったらクラファンドしていいですか。めちゃくちゃありがとうございます。ね、ほんまに2つ困ってることがやっぱあるらしいんですよ、はいはい、ほんまに日本の研究者の方って国から認められてる人でもまずお金が足りてないっていうのと発信力が足りないんですよ。だからすんごい発見しても発信できへんから。いや、やるやる、やる、やる、これ俺思うんやけど、はい、その今 AI がすごい発達してますやんか、はい、翻訳のレベルも言ったらすごい、やっぱそれ覚えさせたら、うん、すごい研究費浮かせれるんじゃないかと思って、それ写真撮ってペペペって送ってまでバーって解析できたら。確かに早いでしょ。めちゃくちゃ早いと思います。俺もすごい言いたいんですよ、ワンピースの世界に。ワンピースの世界やった。現実やなかった。ロビンの知識の読めるやつを AI にかけて翻訳で出る人に作ったらもう一気にもうポーネグリフ解読できるよと思って。ベガパンクに言ってください。ベガパンク。
さすがにそれできんの、ベガバンク以外。でもそうやったらいろんなその世界中にある遺跡とかの文字を全部 AI でそのなんかスマホとかでこれパーってやったら、確かに溶けちゃう可能性があるじゃん。そうっすね。だから全人類で歴史が明らかにできる日が来る。ディープラーニングさせて。そうそうそう、と思うよね。それやります？これも日本からクラファンとかでやって作ってほしいもんね。確かに。でももしこれでオファーあればぜひ、ね、やりたいやりたい、うん、知りたいわ本当の歴史が、うん、やりましょう、ね、そ, れそういう風にね、もうそういう巨石を見てみて、でもそのアナログではありますけど本当の歴史を研究してる方が世界にいる。日本にも数少ないけどその竹内先生みたいな人がいて、うん、ペトログリフ研究第一人者みたいな人もいるわけです、はいはいはい、それがハーバード大学の教授で米国碑文学会所長、亡くなっちゃってるんですけど、バリー・フェル博士っていう方が、まあ、ものすごくこういう第一人者だと。でこの竹内先生もこのバリーフィル博士のこう説をまあ元にいろいろ考察してる、うん、バリすごいっすね。そうバリ本当に思ってます。バリあ、ますか。ここから教授とかけてるから。あ、そっちやった。それはいいよ。高度な、いいよ。気づいてたんですよ。チラッとね、チラッと気づいてたんですよ。テロップやったら分かんないけどな。さらっとくるから。大体あの外国の名前出た時いじります。あ、そうなんですね。大体出ますよ今日いっぱい。楽しみですね。怖い。スルーパスみたいな来るんですよ。スルーボケみたいなピッて、まあ、そのままスルーしていただいても大丈夫だよね。あ、これ、うん、まあ、これうまいですよね。いや、そうでね、このバリーフィル教授が提唱した説というのが、うん、で怪獣でゴロゴロ見つかる巨石文化っていうのがなんでこう世界中で似たようなのが見つかるのと、はいはいはい、気になる。似てるんですよ。なんで知りたいっていうのが、この巨石文化っていうのはある一つの民族が世界に広めたのではない。うわ、その D の一族になる。そうです。出た。そんな感じだ。来た来た来た。ただ結局それ海を渡らないといけないんです。はいはい。だから海洋民族だったんじゃないかっていうので。なるほどね。ペトログリフ学の第一人者の方がそう言ってるんですよ。はいはい。ワンピースが好きでね今日。でもほんまそれ二重現実って。そうで。絶対。うん、でこの米国碑文学の定説では、エンシェントワンワールドっていう考え方が根底にあるみたいで、つまり古代の世界は一つの文明で繋がっていたっていう。なるほど。そういう説がハーバード大学で提唱されてる。でもその文化を広げた人たちが何者なのっていうところなんですけど、その巨石文化を作った民族は海洋民族で、世界中今回でその文化を世界に広げたのではないかっていう、このバリフェル教授の説を日本の竹内先生も習って、この海洋民族を掘り下げていったんですよ。はい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 。でその結果ちょっとびっくりするような名前なんですけど、海洋民族ラピュタ人なのではない。ちょっと待って、ラピュタですか。ラピュタです。天空城ラピュタって何なんて話じゃないですか。そもそもラピュタのモデルになった民族がいると言われてて、宮崎駿さんすごいっすね、あの人ほんとすごい。実際に世界最古と言われてる海洋民族っていうのがいて、その人たちは海洋民族ラピュタ人って言われてるんですよ。ラピュタ人、学説的に言われてるんですよ。で今から3600年前に実際にメラネシアに存在したと、オーストラリアの上らへんというかね、に存在したと言われてて、竹内先生はこのラピュタ人のさらに昔にその源流となったラピュタ人がいたのではないかっていう説を提唱されてるんですよね。ややこしいですけど、まあ、区別するためにそのラピュタ人の元になった人たちをラピュタ人と統一しますね。でこのラピュタ人というのは1万年前から5000年前の世界で、まあ、世界のねこう海を股にかけていたと。でいやどういう証拠があるのって話なんですけど、その断片的な痕跡からまあ推理をしてるわけなんですけど、その痕跡の一つがヨーロッパ各地で伝わっているファンネルビーカーズピープルっていう人たちなんですよ。このファンネルビーカーズピープルの存在自体はヨーロッパ各国の文化庁も認めている存在で、言ったら1万年から5000年前の超古代の世界っていうのは、まあ、同じような様相を呈する文化っていうのはなぜか存在してて、うん、世界各地にね、例えばこう縄文時代にこういうね青森県の出た三内丸山遺跡、そうですそうです、これねよくこのなんか柱みたいなのが手前に来るじゃないですか。そうそう、よくこれ見るよ。でもねこの奥のねビッグハウスがすごいんですよ。ビッグハウス、はい、そうめっちゃでかいんですよこれ。ロングハウスって書いてるけど大丈夫？どっちでも言えないですね。ビッグ&ロングハウスですよね。なるほどなるほど。縦も横もあるんで、そんな引っかかるかな。ビッグとロングなんか日本人からしたら同じでしょ。いや同じ意味でしょ。大きいのと長いのは違うじゃん。シビアやな。英語の先生ですか。いや、いやってでしょ。ここはそうであってくれ。じゃあでもねこれめっちゃ昔に作られた、紀元前で今からね5000、6000年ぐらい前に作られた集落なんですけど、これと同じものが紀元前5000年とか4000年ぐらいにかけて中央から西洋にかけて一帯で見つかっている。こんな感じですね。ロングハウス、これもロングハウスなんですよ。作りもめちゃくちゃ似てる。他にもね北欧の同じ地域から見つかっている土器がこんな感じで、こういう土器の形が日本っぽい。そう、日本でも見つかってるんですよ、うん、ドキドキしますね。ドキドキ。これは分かった。これは分かりましたよ今回は。よしよし。これね熊本県で発見されたそば田式土器って言うんだよ。
縄文前期の7000年から5500年前のものやと言われてて、なんかこうヨーロッパので見つかる時となんか似てたりして。確かに。で、さっき言ったね、ファネルビーカーピープル、どういう伝説が残ってるかって言ったら、ヨーロッパに残ってる伝説で、このファネルビーカーピープルっていうのは東からこの土器文化を伝えた人々たちのことを指すんですよ。あ、そういうことなんだ。そういうことなんですよ。なるほどな。なんでかこういう土器を東から持ち込んだ人たちがいるよと。だってこのビーカーって入れ物のそのビーカーのこと。そうです、その形に似てる。なるほどな。物の人たちという意味か。東からファンネルしてきたよね、これ飛んできた。そう、まさにそういうこと。なんでか分かんなくてそういう伝説が残っている。なるほどね。つまり東の海には遠洋航海できる技術を持ち、土器の文化など高度な文明を持つ人たちがいた。なるほどね。すごいね、東の方からムスカ大佐がビーカー持ってる。ややこしいっすね。だってそんなシーンありましたっけ。えないですね。うん、どうやさん助けてください。君たちはどう生きるか。ありがとう。何これ。何これ。確かに確かに助けられた。もう何も言われへんもん。よう分かれへん。ボケとボケがすごいから。全部失敗した今のツッコミは。1050年にニューカレドニアで発見されたラピュタ土器がこちらになるんですけど、これもね、やっぱそば田式土器似てるんですよ。お前模様がそうやわ、うん、めちゃくちゃ似てるでしょ。なんかあの小学生でむちゃくちゃうまく迷路描くやつみたいな模様してる。分かる。確かに。でも俺分かる。分かる。分かる。これめちゃくちゃ小学生でこんな精巧な迷路描けない。いや描くやつ。いや、おるおる。思ったんですね。僕描いてましたね。知らないよ、それは。確かにおるで。すごいな、こんな精巧なタイプやったね。ファンネルビークアップピープルですよ。いや、ほんまや。東の地からやってきた赤い人。子孫。一緒ね。子孫です、これ。でもこんな、まあこれの本当にでも最初のね、なんていうんですかね、もうほんまジャブぐらいの話です。だからこういう日本で使われてる作りがほとんど同じようなロングハウスとか、こういう模様とか形が似てる土器。これ今言ったんですけど、作り方も似てたりするんですね。っていうのが同じような時期に。遠く離れた場所でたまたま作り始めてるっていうのはちょっとなんか不思議な気がします。すごいな。で、もしですよ、この高度な文明を持った海洋民族がね、遠く離れた世界行き来してたとしたら、これまでの歴史ひっくり返るじゃないですか。でもまあこれだけやったらまあまああるんじゃねって思うんですけど、はいはい、まあ、今回ペトログリフ巨石遺跡の話ですから、ここまで来ると、はい、偶然では片付けられない一致がたくさん見つかる。で、先ほど紹介したハーバード大学のバリフェル教授が提唱した巨石文化は海洋民族が世界中に伝播させたっていう、ね、説がもし本当であれば、巨石にその痕跡が残ってるはずですよ。はいはい、そうそう。で、こちら見てください。出た、ストーンヘンジ。ね、これソールズベリーのストーンヘンジなんですけど、これメンヒルと呼ばれる縦石を並べて採取をするケルトの、ね、遺跡って言われてるんですね。これもまあ謎は多いと言われてるんですけど、他にもメンヒルを並べた遺跡にエイブベリーのストーンサークルっていうのがあります。はい、こんな感じですね。ここで土地に円を描くように並べられている。はい、こっちこちら見てください。これどうでしょうか。これもすごくないですか。すごい、はい、すごいですね。これ日本なんですよ。これはトランドルフの村です。違う、大分じゃない。僕今作ってるんじゃないですか。僕ストーンヘンジ、まあね、今作ってたらもうやらせんの。あ、ミステリーサークルみたいな。違う違う、それあったけど、あの普通の人がやってたやつ、バレてたやつ。ちゃいますちゃいます。結構頑張ったねこれ。いや頑張ってないです。無理ですから。こんなんすごいすごい、人力でこんな石引っ張ってこれないんで。これでなんか配管料みたいな取ろうとしてる。僕大分なんで、これよくないで、そういう商売する。僕ら、ま、あの村やってるのは愛知県の常滑なんで、全然距離ちゃうんですよ。これがもう言ったらある、完全にこれね、ヨーロッパの似てる。すごい似てるでしょ。似てる。すごいすごい綺麗じゃないですか。めちゃくちゃすごい。しかもこれね、もっとすごかったらしいんですよ。へえ、減ったとか。実はね、土地開発でこの石を持ってっていいよは言ったんですよ。誰が。その工事現場の人がね。なんでや、僕責任者みたいとか。なんで、すごいです。やばい、やばいんですよ。なんでだ、切れてる。めっちゃ切れてる。え、ダメやろ。ダメですよ。なんでや、僕になんで言うんすか。なんでだ、なんでか分からない。なんで持ってっていいよ。呼んできて、みんなそれ調べてたね。持ってっていいよ。誰が言うたんそれ。回収しよう、その石。回収してもう一回誘う。なんで飽きたんですか今まで。もう大丈夫。大丈夫です。もう持って帰ってもしょうがない。そうですよ。でもこれ持って行って、こう庭に飾ったりとか、そういうのがいっぱいいたらしいんですよ。庭に飾るって。いや、こういう石が立派だからね。他の庭に置いとけよ。もともとはかなりの規模のストーンサークルだったとも言われてたりするんですね。ご自由にお持ち帰りくださいみたいなのでしょ、これ。これドルメンって言われる。何これ、ちょっと初めて。え、これすごくない。もう初めて見た。これアイルランドのプルナブロンドルメンって言うんですけど、これは3つの岩に、上に岩乗ってみたの。こんなん絶対おかしいじゃないですか。これ絶対落ちると思う。え、これどうやって作った。どんな風が強い日もね、やってるの1万年ぐらいずっとこれですからね。これどうやって乗っけるのこれ。これね、やっぱちゃんとね調べていくと、やっぱ人的に作られてるっていうことが明らかになる。いや、これは自然では無理やし、上めっちゃファミチキに似てるし。ファミチキ40% 増量してる。今何時、11時超えてますからね。これ押してもいい。ダメや、でも押してる人いると思います。絶対押してるよねこれね。絶対押してもこれ無理でと思う。人間の力で無理です。これもアイルランド最大のブラウンズヒルドルメン。ちょっと俺これあんまネタバレなんか言いたくないけどさ、君たち何の、ね、最後の
あんま言いたくないけど、最後、全く同じようになるし、宮崎駿監督のね、これすごいやん、今出てくるんですよ、雲もそんな感じに見えてきたもんな、雲もなんかちょっとジブリに出てきとる、ね、岩を積んでいくということの行為がね、大事なの、しかも、やめなさい、やめなさい、まだ中外してる、しかも、墓のあの映画の中にも、これ、ドルメン出てきてるんですよ、はい、長っ、もう一回行きたいよ、それもう一回見てください、びっくりするんで、やめなさい、こういった巨石を用いたドルメンって世界中で見つかってて、その多くが西ヨーロッパで見られてる、ドルメンって言葉は、うん、まあ、フランス北部のケルト人が話していた言葉で、どういう意味これ、石のテーブルっていう意味なんですよ、テーブルのやつと、それも、ね、あの映画に繋がってくるんですよ、いや、これすだ、やめなさい、やめなさい、ネタバレ、こちら見てくださいね、次これです、ちょっとちっちゃいですけど、さっきの見たのちょっとしょぼく感じなの、でもこれも、うん、なかなかそう作れないですよ、いやこのすごいよ、これどここれ、これ日本です、いやすごいな、熊本県八代、しかも鬼の岩屋古墳群なんですよ、いやでもやっぱ九州なんやな、そうこれもドルメンやな、で熊本県の天草、うん、見てください、天草これは世界最大規模らしくて、そうで、いやいやこれちょっと石積んでるだけちゃう、たまたまちゃうと思うんですけど、これもちゃんと調べられてて、まあ、人為的に作られた可能性がかなり高いと、いやそらそうやろな、これ言われてるんですよ、これ世界最大級のものがドルメンが日本に存在している、これサム君の大王子の時代に、いやもうほぼ言うてるじゃないですか、いやあの超ジブリの最終作品ぐらいのやつのほぼネタバレ言うてるじゃないですか、そうなのちゃいますよ、そうこの辺でもめっちゃペトログリフ古代文字見つかってますよ、うわだから偶然ではありません、人為的です、いやすごいわこれ、これらの巨石のモニュメントにね、え今もしかしてすごい岩を遊んでました、すごいわ、いやあの大変やと思う、サム君は散りばめられてます、こんな2人がボケに回ることないよ光栄です、大変やと思う、ほんまツッコミが今日の動画ボケすぎて50分ぐらいになりますよ、そうだからすごい岩とすごい岩が噛んでるの気づくかなってギリギリのレベルで、すごいな、いやボケのレベルですよ、むずすごいっすね、レベル高、まあ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 、そこは興味ないで、これらの巨石のモニュメントに、うん、があるとこにね、めちゃくちゃ高い確率で刻まれてるのが、海上穴っていう、海上穴岩石にね、こう、杯の形というか、掘られてる、こういう風に。わー、これすごい。これ偶然じゃないでしょ。確かに。これは、やってます。やってますよね。うん、この海上穴、世界中で見られてて、はいはい。再生とか不滅のシンボルとして、まあ、信仰されてきたと考えられてて、この人ってそういう意味なんや。そうなんですよ。なるほど、ね。見たことある。で、これが、日本でもめちゃくちゃ見つかってるんですよ。確かに確かに。例えば、しかも今の神社のでもめっちゃ見られてますし、土祖神の一種である丸石とか、うん、そういうところに近くで多く見つかってて、なるほどね。で、この海上穴っていうのは、うん、まあ、一つ文化の広がりを、まあ、証明する証拠でもあって、はいはい、今から1万2000年前に建設されたあの、魚べくりテペ、おーおーおー、魚べくりテペ、見てもらっていいですか、ここ開いてる、この海上穴もその他の巨石モニュメントと同様に日本でも発見されてる、こういう共通点が、まあこれでもほんま一部なんですよ、これもう上げてたらもうそれだけの話終わっちゃうんで、こういう巨石の遺跡とかペトログリフのつながりとか、うん、メタ海上穴っていうのがなんか同じものが世界中で見つかっていて、やっぱこの世界中に広げた海洋ラピュタ人っていうのがいたんじゃないか、でもそんなこと言っても5000年とか昔にそんな長い長距離の航海できる人いたのかって話なんですけど、確かに そもそもそれ気になる、可能だ、それ今なんか運べんの、今自体はもしかしたらついてからやってたかもしれないですけど、技術を持ってる人たちが長距離の航海ができた、石工職人ね、そう石工職人、そこも繋がってくるんですよね、でこの人たちがポリネシアのマオリ族、ニュージーランドとかにいるような、マオリ族、そうあの人たちがね、やっぱね島じゃないですか、めっちゃ昔からね船で移動してたんですよ、でアウトリガー船っていう船を駆使してイースター島からハワイ諸島まで実際に航海してるっていう証拠も見つかってるんですよ、アウトリガー船ってこんな感じですね、左右にこう浮きみたいなの浮かべて見る見る、長距離の移動をしてると、太古の世界にしっかりと栄養効果の技術はあったと、濃いわ、しかも7000年前っていうのは地球環境が今よりも暖かくて海面が今より8メートル高かった、うん、要は大陸が沈みますよね、そうなると、うん、今より温暖で海面が8メートル高いとベーリング海峡が船で通れるんですよ、だから北極海航路が通過できる、まあ、こんな感じで、なるほど、陸で阻まれてるところが海になってるから今よりも航路が多いんでね、そうなんですよ、すげえ、ここが使えるとなると日本から北欧までの航海も不可能な距離ではなくなると、なるほどね、なるほどな、そう実際に古代シュメールの石板から当時の船を復元してる人もいて日本で、うん、日本人でね、岩田明氏っていうのはそのシュメールの石板から作った船でインドから沖縄までを3ヶ月の航海で成功させてたりとか、
とはいうことは当時の技術でも1万キロくらいの航海は可能だったんじゃないかと。いやすごいねそれ。すごいんすよ。すげえ。にわかには信じがたいですけど、まあ巨石文明がね海洋民族によって伝播した、世界中に伝播したっていうのが本当だとしたら、7000年以上前の世界にはもうすでに、まあ、そういう高度な遠洋航海技術を持った民族がいて、世界中を股にかけてこう文化を広めていたことが、まあ、あったのではないかと。でそれは当時の地球環境だったらそれ不可能じゃなくて、で実際にこう共通する文化、巨石遺跡として見つかっているよねと。で先ほども言ったみたいにケルト文字とか、シュメール文字も見つかってたりとか、彫刻みたいなものも見つかってたりするんですよ。でそういうシュメール人とかケルト人も日本に来てた可能性があるっていう風に言われてて、卓球選手はそういう風にこうめちゃくちゃこう研究してるんですけど、企業が降りない中でこうずっとやっている。はい、古代日本に訪れていたシュメール人とケルト人でね、こんだけ研究をしている竹内先生っていうのがペトロ研究を始めたきっかけっていうのが熊本県にあるおしと石なんですけど、うん、そっからものめり込んでハーバード大学研究結果発表したりしてるんですけど、この人何がすごいかというと、はい、ちょっとこのふんわりした研究やったら絶対に起こらないことが起こるんですよ。何かというと、そのペトログリフがなぜここに作られたかっていうロジックが全部頭の中にあるんですよ。だから例えばここでケルトの要はルーツを持つ人たちが採集をしてたよねってことは、こっちの方に真三角の山があるはずだとか、その山に行ったら必ず巨石が見つかってペトログリフが見つかるはずだとかっていうのがロジックが全部あるんで、その通りに行くとほんまに新しい巨石が見つかるんですよ、うん、でロジック確立しすぎてて関東にね珍しく行ったらしいんですよね。基本はこの熊本にいる方なんで、はい、その関東の方に行って新発見をゴロゴロ見つけるみたいな。だからそのペトログリフの見つけ方というかロジックを知っていくと誰でもペトログリフを発見できて、日本の中でまだ知られてない隠されたペトログリフを発見できるようになるっていう、そういう意味でオープンソースにできるんじゃないかっていう話なんですよ。それが最初のやつとつながってくるんです。そうなんですよ。竹手先生は主に九州を活動拠点にしてるんですけど、関東にも東北にもめちゃくちゃあると思うんですよ、うん、四国とかにも、うん、だからそれを例えば YouTuber 同士で新しく見つけるってことさえも今後可能になるんじゃないかなとは思うんですけど、でも先ほども言ったようにこの巨石文明を伝えたのはラピュタ人です、まあ、日本に来たり世界中回ってたわけですけども、どうやって生きてたの、うん、人間の一番の死活問題って飲み水の確保じゃないですか、はい、そうですね。これ生死を分ける重要課題なわけですよ、うん、飲み水持って行っても腐るし、腐らない水を見つけないといけないんですよ。でこれが要は化石を作っていく理由にもなっていくんですけど、腐らない水といえば山で湧き出る湧き水ですよ、うん、湧き水腐らないじゃないですか。海洋民族ラピュタ人にとっては世界各国でこの湧き水を見つけるのが最重要課題だと。そのためラピュタ人はこう川を遡って源流付近に来たら、その山で腐らない湧き水を取れるか確認して、そこに水場があったその場所に岩倉戸籍を作って祀ったのではないかと竹内先生は言ってるわけですよ、うん、意味がない場所ではなくてしっかりとそういう目印として使ってる。なぜかその巨石とかも方位磁石をパッて当ててぐるぐるぐるって回ったりして、ワンピースのノックアップストリームって話がありましたけど、なぜかそういう磁場があって、そういうものも古代の人たちは分かっていた、うん、でね不思議なんですけど、やっぱ昔の人たちって夏至とか冬至をめっちゃ大切にしてたんですよね、うんうん、なぜかその夏至のタイミングだけすごい不思議な現象が起こったりとか、うん、そういうのも日本各地で見つかる巨石がちゃんと夏至の日に太陽の位置にこう繋がるようにとか全部計算されてるんですよね。ピラミッドとかもそうですもんね。パセリソースで、おしと石山遺跡もそういった経緯で山の頂上に最新の岩が配置されてるんですよね。こう下肢線上にうわって並んでいってるんですよ。でここにバーってペトログリフが刻まれたりとか、そういう流れがで、さらにですよ、この場所でね下肢線上に並んでるやんで普通の人は満足するじゃないですか、うん、その先にもっとあるんじゃないかっていうふうに竹内先生は考えるわけですよね。でこの下肢線の延長線上にグーってこう伸ばしていって巨石遺跡をどんどん発見していくみたいな、そういう人なんですよね。そこで発見したオガミシ巨石遺跡には巨大な岩で作られた祭祀場と頂上付近に位置する6つの巨石があって、こんな感じで発見していくんですよ。すごいすごい。でそこで要はまたペトログリフを発見するわけですよ、はいはい、ケルトで信仰された宇宙神ベルのマークっていうのが目玉のマークなんですよ。何ベルマークこれです。宇宙神ベルマーク名です。ベルマーク別に名です。なんか集めたらなんかもらえる。違います名です。な PTA が必死なんだ。名です。ベルマークめちゃくちゃノルマみたいな説明されるそうそう。これ昔のベルマークやろ。チキンラーメンとかに出てるやつな。名です。まだでかかったこれベルマークええですよ。えこんな効率の悪いベルマークないんですよ。巨石に刻まれて。でもそれを集めてるんやろ今竹内先生は。なくなっちゃうからね。集めてないです。見つけてんですよ。見つけて広めてんですよ。でもこれ実際見たらめっちゃ名なんですよ。確かに、うん、めっちゃ名よこれは、ね、だからその僕も新しいペトログリフ発見したんですけど、はいはい、ほんまにこうピラミッドみたいな場所があるんですよ。岩で作られたそこの三角形の頂点の真ん中に名があったりするんですよ。
わこれは来たイルミナティ。そうだからそこともやっぱつながってくるんじゃないかなと思うんですけど、しかもこの目がある巨石群の頂上にある環状列石にはケルトの拝む文字も刻まれてる。すげえ。だからもう世界中から人来てたんちゃうかみたいな、そういう場所。これはねサム君が発見したやつ。これ発見してるやつ。これ古いでしょ。これ昭和の写真でしょ絶対。これサム君。いや僕これ発見したらもっと最初に言います。僕発見しましたって大きい声で。今発見したって言ってね。これめちゃくちゃ本で寒いわ寒いわ自分顕示欲強いなこれ寒いわってやってたら星座見つけたい寒いわ言ってる水曜僕が助けてください仲間でしょ。あのキルトの拝む文字ってこんな感じなんです。ちゃんと法則性があってちゃんと調べていくとそれが拝む文字ってことか調べたら分かる。書いてる書いてる拝むって書いてるわ。拝むとは書いてる拝むとは書いてる拝むやでって書いてる。しかもやでってなんで関西弁なの絶対ちゃうでしょ。だから偶然の落書きをするにしても、うん、無理なんですよ。買った石やし一致しいひんさ世界で。そうなんですよ。そんな世界中の文字が一致してるっていうのと、うん、確かにやっぱ歴史線上に並ぶ遺跡の中にそういうのが刻まれているっていう、うん、でこれもねちょっと分かりにくいんですけど、うん、御師弟子の岩にはこうシュメール戸籍文字が刻まれてるとも言われてるんですよ、うん、すげえ。でこれだとおかしなとこにあるんですよね。これちょっとね実際見たら分かるんですけど、いや分かりそう、まあ、大地の神とかラーガシの紋章があったりとか、あとで僕も何個か送るんですけど、ほんまにサメみたいな顔したやつとか、ものすごい深く刻まれたペトログリフとか、うん、で、シュメル古説文字がこの赤のやつですね、うん、そういうのがね、お牛のマークとかバール神だから中東から来てるこの信仰がやっぱ日本に流れ着いてて、うん、すごいな。大地の神にバールとナーガの民が立て祀るっていう、それも住んでる地域ちゃうはずなんですよ、うん、はい、ナーガといえば蛇神だし、バールって牛神だから仲良く暮らしてて、それを刻んで立て祀ってたっていうすごいピースな世界があった。あれも日本九州といえばですよ、機械カルデラ大噴火です。おー、来た。あれが7300年前にあって、うん、そこもそこで要は九州からみんな脱出してるんですよ。ああ、そうだよね。たまたまかもしれないですけど、ちょうどね伊勢神宮のあたりまで赤ホヤっていう灰が積もってるんですよ。影響があったね。だから東北の、まあ、東の逃げた人もいれば海外の方に逃げた人もいたしいうのが地質学的に、まあ、考えられてるんですね、うん。で、この押戸石山遺跡の岩の配置が北極星を基準にした痕跡がないと武井先生は言ってるんですよね。要は昔の海洋民族って北極星とかオリオンの三つ星を頼りにこう航海してたんですけど、地球って歳差運動駒みたいに動いてるんで長い時間かかると北極星がない時期があるらしいんですよ。北極星がない時期で北極星信号がないから何年代に作られた巨石やとか。なるほど。そういうのも分かるらしいです。なるほど、めっちゃおもろいねこれ。そうで、それで見ていくと要はね昔例えばカルデラ噴火が起こる前に岩倉が建てられてて、それは縄文人が祀ってたけど、要はカルデラ噴火で脱出してそっからまた後にシュメール人が来て古説文字を刻んでとか時代が上書きされていってるんですよ。おお、ね、巨石をベースにして、うん、要はそれがなぜかこう世界中にこういう場所があるよって広まっていて、みんなそこを目印に来てる。そこに湧き水もあるし山もあるし、うん、自然が豊かってことを知ってるからそこに集まってくるんですよ、うん、でこの北極星っていうのもめちゃくちゃ面白くて、北極星信仰あのシュメールで言ったら天神アヌです。いなくなるんですよシュメール神話って、うん、あれは北極星が見えなくなったからもう天神信仰がなくなって、で、うわ、祈ってた神様おらんくなったってなって、次の息子のエネリルっていう神様が次メインの神様になる、はいはい、で、旧約聖書に出てくるヤハウェイっていう神様も、あの神様も消えるんですよ。姿が見えないっていう神様なんで、その名残でそうなっていったんだよ、うん、北極星信仰やったんじゃないかとかも言われてたりとか。なるほど、まあ、いろんなことがね、うん、そういう風に推測できるんですよ、はいはいはい、星を見てこう信仰した人たちとそれがペトログリフに反映されてるっていう痕跡から武市先生はいろんなこの仮説考察をしていって、でもこの武市先生がもう賢すぎてもう前提知識がないともうちんぷんかんぷん分かんないよね。そうで、本も出されてるんですけど、このタイミングでたまたまなんですけど、これを僕たちが解読してその前提意識を全部出さないとなってなって、今ちょっとチャンネルでこのペトログリフシリーズをやってるんですよ。あ、すごい。そうなんですよ。で、これをもうめちゃくちゃ細かくやってるんですけど、これをやり終わる頃にはおそらくペトログリフがオープンソースになってるのではないかっていうことで、しかもこの日本各地で眠ってる巨石遺跡を見つけて小焼きスタジオさんお二人とロケなんかできたらいいなみたいなことを思ってたりするわけでございます、うん、でこれがさらに読み解いていくと、フィールドワークは文献だと武井先生も言ってるんですけど、ちゃんと痕跡通りに行けば全部見つかっていくから、古代日本の本当の歴史が見えてきて、そこに、まあ、シュメール先まで聞けるとも来たりするんですが、やっぱり旧約聖書、うん、ソロモン王ダビデ王とかあの辺もやっぱ絡んでくるし、うわ来た、もしかしたらイエス・キリストだとか、すごいよ、その辺も全部繋がってくるんですよ。すごいな。そんな感じでいろんな歴史がやっぱね日本に集約してくるっていう流れがあって、
これを全部説明するとこれもまた難しい話になってくるんで、今回ちょっともっと触り程度にはなっちゃったんですけど、ちょっと興味持ってもらえたらいいなと思って今日話したんですが、いやちょっと、いやちょっとあんまり研究するとポーネグリフの研究禁止されてるんです。いや、ワンピースの世界です、それは。さすがにペトログリフってお金降りないですけど、調べて消されることはないんですよ。あ、いいんですか？ジャパンでは大丈夫。ジャパンでは、ワノ国、ワノ国はいいんですか？ワノ国じゃ、ワノ国でもないですよ。ワノ国っぽいですけど、日本なんで。え、これめちゃくちゃ調べたい。うん、ぜひですよ。ほんまに。だってね、俺もやっぱ楽器の子はやっぱ田舎やから、はい、山登りするわけよ、うん、はい。そう、巨石と思って見てない、その岩を。そう、だから意外と、なんか山で遊んだ経験ある人も多いと思うんだけど、うん、行ったらこれもしかして文字あるんじゃねって裏回ったら、文字ピッチ書いてあることあるかもしれない。これがおもろい。これ面白いのが、祭祀の場所の石の配列が決まってるんで、ここメインの場所やったところにやっぱ刻まれたりするんですよ。静岡じゃないですか、うん、静岡めちゃくちゃ多いと思います。そうなんや。巨石めっちゃ巨石めっちゃあると思います。だからめっちゃあります。そうっす。で、俺めっちゃシンプルな話で、九州の方にブワーって人がね、こう入ってくるじゃないですか。海外からってなってくると、やっぱ太平洋側に歴史が隠されていく。っていうのもあるんですよ。要は表面上は交わっていきますけど、うん、僕一応歴史考察も普段してたりするんですけど、やっぱ太平洋側とか東の方のにもめっちゃ隠されてるんですよ、うん、静岡当たりなんや。静岡当たりです。当たり外れがあるかとはよう言わないです。静岡の皆さん、なんとですね、ベルマークを集めるチャンスがあります。中心はケルトの信仰ですから、ね、たくさん集めるとですね、多分炊飯器とか冷蔵庫に引き換えていく。ほんまのベルマークじゃないですか、それ。ベルマークの告知をしてます。はい、ということで本日はそんな感じで、ちょっとボケが入りすぎて、なんか途中なんかもう僕どこ泳いでんねやろとなりましたけど、まあ海洋民族ですからね。僕ですか？今ね、どこ泳いでんねやろ言うたからね。 DNA は入ってますね、確かに。海洋民族全部拾われるよ。あ、逆にね、拾って拾われですから。今回大丈夫でしたかね。大丈夫でしたかね。大丈夫ですかね。面白かった。本当ですか？めっちゃ良かった。嬉しい。すごい。ワクワクしちゃったね。もういつもは結構ね、ディープ考察深掘りしてたりするんですけど、今回ちょっとある種入り口になるようなお話をメインにさせてもらったりは。分かりやすかったね。良かったです。はい、そのツーアンドブログさんはですね、まもなく50万人ということで、本も出して、新しいチャンネルも始めて勢いに乗ってますので、ぜひね、チャンネル登録してあげてください。ありがとうございます。はい、そしてこの裏側でも、ツーアンドブログさんとコラボをね、させていただいてますので、ぜひ見に行ってください。お願いします。はい。はい、ツーアンドブログさんから来てくれたトラッチのみんなも、ぜひね、小雪スタジオをぜひチャンネル登録よろしくお願いします。おしょーす。ありがとうございます。それでは、See you! ありがとうございました。君がいたら笑ったら無情にもカラビナほどけていく希望のリフォーリー人の理想に予言は入り込めない。聞きたいかいな笑ったら理想に光らびた船の涙時計のように稲妻のようにめくるめく